どうも、かげやんです。今日は2021年、4月8日木曜日ということで、この快晴の空ですね。快晴の空からちょっと始めていっておりますけどもですね、今日すごく天気がいいですね、で僕は、定休日なんで、今日どこへ出かけようかなと今ちょっと、考えているところであります、休みの日の朝はね、ちょっとゆっくりした気持ちになるんで、こういいですね、こういう休みの日は。まあ他大体の方、木曜日言うともう、1週間の後半戦ということで、ちょっとこう気分的にはちょっと楽ではないですけど、ちょっとまあ気持ち軽くなってるんかなという感じですね、ただまあまあ明日金曜までお仕事の方も多いかなというところで、張り切っていっていただきたいと思いますけどもですね、これ山中ですね。山中、結構ここはね、日が、当たりますし、水もね、しっかりやって、こういい感じでこう育ってきてですね、山中の食べ頃がこうどんなタイミングなんかなというところですね。これもうちょっと大きくどんどんなっていくんでしょうかね、これね、こう器、この入れてる器ですね、植木の、このプランターというんですか、これもうちょっと大きくしたらもっと大きくなるんでしょうかね、その辺よくわかんないですけど、あと土の栄養もこう必要になってくるんで、その辺もね、ちょっと考えていきたいのと、でまたちょっと今日休みなんで、時間があればですけども、なんか野菜を買いに行ってもいいかなという、気持ちではあります。まあどこか出かけるんであればちょっとわかんないですけども、ちょっと野菜ね、山中ともう一つなんかこう増やすか、同じ山中で行くか、まあその辺ちょっとあれですけども、ちょっと買いに行こうかな、近くの、アヤハディオって滋賀県にあるんですけども、そこにちょっと買いに行ってみようかなとちょっと思ったりはこうしております。まあわかんないですけどね、出かけるところによってわかりませんが、ということで、今日はこんな感じです。ありがとうございます。